どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク初めて、イベントが来たんで早速やっていきたいと思います。リゼのイベントですね。悲劇の幕開けということで、早速、A の方やっていきたいと思います。30も使うのか。インボークなかなか今はちょっとね、キャラの育成とかちょっと手が出しにくい状況ではあるんだが、どうしようかな。まあみんなこの3種類だよな。まあ金木使うか。さあ行きましょう。あ、やべえ、条件見るの忘れてた。条件確か見れたよな。どうでもいいですか。お、4フロアか。クエスト情報、初めてクリア、スキルでフィニッシュ、最大チェーン8以上。チェインってなんだっけ。連続で攻撃のやつか。普通にタップしていったらいいのかな。そこら辺ちょっと理解できてないよ。どれだけ食らうか。あー微妙だな。あーやっぱチェインってこれなんだ。とりあえず2人倒して、いや4層まであんのか、ちょっときつそうだな。あ、でもそこまで攻撃力高くない。まあ1層だしね、多少はね。一応この SSR のパーティーなんですけど、一応レベルマックスには全員していて、まあアタッチメントは何つけようかなってとこ悩んでるんですけど、とりあえずオールアッパーだっけ、あれをつけようかなと考えてるんですけど、ヤモリに関しては尖らせようかなとか思ってみたり、してる所存でありますね。畳みかけます。あれ使ったらよかったな。発信はしてるから、あ、2人とも生きてたのか。チェインはしてっからな。あとはスキルでフィニッシュだけかな。はい、3フロア目。硬いな。いや、最終フロアまで残しときたいんだけどな。あの金木の全体攻撃のスキルを押し通せ。ここ使わなきゃきつそうかな。ここでだいぶ HP 持っていかれそう。まあこれ使ってもよかったか。半端な羽ならもいでやるよ。もいでやるよ。ブレイク。お、もうすぐ次たまるな。これ金木の3発で飛ばせない。飛ばせ、うわー、飛ばせなかった。ダールクソ、飛ばせなかったんだが、金木も全部オールアッパーにせずに、あれかな、攻撃力アップで伸ばした方がいいかな。そこ、なんかアヤトの2つ目のスキルが強いですよみたいな感じを聞くんですけど、まだ見たことないんですよね。おい、まあまあまあ普通じゃない。まあバフかけてないし、アタッチメントもつけてないから。これさ、カグネがさ出ないバグがあんじゃん。うっ、硬くね。あ、これはカグネ出てるね。このカグネが出ないバグあるじゃないですか。俺速度重視にしてるからなんか出ないのかなとか思ってみたりしたんですけど、そんなことない。出てないし。また出てねえし、こいつ何空中ですげえ回ってんだって。身体装備かもね。あ、やっとブレイクした。あー、まあ半分ぐらいは削れそうだな。騙してみたろ。畳みかけます。240% ダメージ。またなんかいずれロマン砲みたいな 1000% とか出てきた。あ、やべえ、
今忘れてたけどさ、スキルブースト使うの忘れてた。今気づいたわ。まあいっか、普通に勝てそう。待って、今一瞬画面消えたんだが。まあこれじゃ死なないよね。まだまだ耐えるよな。スキルブースト使ってたらもっと楽に。はっ、アタックを 60% ダウン。あぶねえ、クソクソ、あぶねえ。これでアヤトがたまるから最後これで終わりだぜ。いやー危なかったな。かっこいい、アヤトのカグネグロめっちゃかっけえな。トウカもだけど、まあ、まだまだプレイスキルに問題があるんですけど。これリゼドロップするんだっけ SR の。ああしたね。一定確率を書いてたけど。はい、ということで、今回は何だっけ、悲劇の幕開けだっけ、初見で挑戦しました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。